丸亀市、丸亀市は、香川県中西部に位置するし、香川県では、高松市に次ぐ、第二の都市であり、中、生産地方の中心都市である。中心には、丸亀城があり、市の象徴となっている。また、丸亀うちはの製造が、伝統産業で、生産量は、全国の9割を占める。瀬戸内海に面し、丸亀平野の北東部と、朱惑諸島の一部を、 地域としている。平野部には、他の香川県の市長と同様に数多くのため池があり、中部には南北に急河川の河原家川が流れ、東には佐抜七富士の一つに数えられる佐抜き富士子と、飯野山が、南には同じく、佐抜七富士の一つ、はゆか富士子と絶美山がある。河原家川、金倉川、清水川、西塩入川、大足川、東塩入川、 国土地理院地理情報によると、丸亀市の東西南北それぞれの橋は以下の位置で、東西の長さは 24.16km、南北の長さは 43.53km である。中心市街は、丸亀藩の城下町、またこと平宮への参拝口であり、コンピラ参りの土産物として、内輪の製造が盛んとなった。丸亀藩は長く、京国市によって収められ、 旧丸亀市の市章には、京国市の馬印である、律つみが用いられたり、丸亀港をまたぎかけられた橋が、京国大橋と名付けられるなどの名残がある。旧丸亀市は、丸亀城城下町と近隣の村を、市域都市施政を施行され、周辺の町村との合併を繰り返し市域を拡大している。現在の市域である、市枠諸島は、古くから水夫が住み、 幕末の関林丸による太平洋横断には、乗船した、水府50名中、7割の35名を、市枠出身者で占めた。綾や町、飯山町との合併により、平成17年、2005年3月22日、消滅し、市名は、丸亀市へと引き継がれた。郊外の多くはかつて農村であったが、北部と幹線道路沿いは市街化も進んでおり、 他の地域も、新興住宅地が増えてきている。地域のうち六号、南、群家、垂水の各地区と中心部の西側は、旧中郡、後に中田戸郡、それ以外は、旧宇多里郡、後に綾宇田郡であった。飯井野町、土岐町、母蘇原町、川西町、工芸町、三条町、原田町、垂水町は、旧高松半領。 旧丸亀藩からの城下町、市政と呼ばれていたで、丸亀市の中心市街。かつては,外は、外堀から内は、番町、外閣と呼ばれ、一般市民は自由に立ち入りできなかった場所である。1917年6月1日の丸亀市、編入以前はほぼ全域が中田土群六号村として存在した地区。八百九十年二月十五日の町村政志向に伴い、 中郡今津村、つもり村、新田村、塩谷村、上金総村、下金総村の6村合わせて6号村が発足し、その後に丸亀市と合併した。1951年4月1日の丸亀市、編入以前は原田町を除く全域が中田土郡、南村として存在した地区。八百九十年二月十五日の町村政志向に伴い、 中郡田村、三北村、母素原村の三村を合わせて南村が発足し、その後丸亀市と合併した。1五十四年三月三十一日の丸亀市編入以前は、全域が、あやうた川西村として存在した地区。八百九十年二月十五日の町村政志向に伴い、宇多り郡西二村、西小川村を合わせて川西村が発足し、 その後、丸亀市と合併した。河原家川の西に位置する、白立小学校がある。1954年5月3日の丸亀市。編入以前はほぼ全域が、綾や田郡土木村として存在した地区。旧名は、宇多里郡津の郷土木村。1954年10月17日の丸亀市。編入以前は、全域が、中田土郡高峠村として存在した地区。 軍家という地名の由来は、当地に中軍の軍が、軍が、古代の軍の役所が存在していたことによる。市内最大の人口を誇る地区で、新興住宅街が立ち並ぶ。県道18号沿いには、商店が立ち並ぶ。1955年5月3日の丸亀市、編入以前は、全域が、綾や郡た野の村の一部として存在した地区。 1890年2月15日の町村静志向に伴い、宇多里郡東に村、東文村、西文村の3村を合わせて、飯野村が発足し、その後の大部分が丸亀市と合併した。ただしその最旧飯野村の内大和東文の一部は、宇多津町へ編入され、現在は、宇多津町大和東、文、鍋谷、に、津の里などとなっている。 飯いの山,山山頂から西に広がり、田畑が広がるが宅地化も進んでいる。1958年5月1日の丸亀市、編入以前は、全域が中田戸郡垂水村として存在した地区。あやた町周辺は、古くは、宇多り郡、栗熊野郷のと呼ばれていた。また、宇多り郡の伊上里から、岡田の四、村が分かれて、岡田里と呼ばれた。 1890年の自治体成立に伴い、宇多利郡に栗熊村、富熊村、岡田村が成立した。古くは、当地周辺は、宇多利郡に属しており、坂、本郷、井上郷、小川郷が存在していた。主枠諸島は主枠島とも呼ばれ、瀬戸内海に浮かぶ大小を合わせて28の島々から、なり、名の由来は、塩役とも、塩役とも言う。 戦国時代には、四惑水軍が活躍し、江戸時代は人名による自治が行われた。丸亀市は、本島、広島、手島、牛島、小手島の5つの有人島と、上間島、下間島、唐須古島、白石、長島、弁天島、向島の7つの無人島を、地域としている。主に昭和に入って埋め立てられた工業地帯。 明治頃に埋め立てられた。第一次世界大戦時は軍の演習場だった。古くは瀬戸内海に面した海上交通の用地であり、特に対岸の岡山県下津井港との間の航路は、コンピラ参りで賑わった。時代が下ると、下津井電鉄を経由しての本州との連絡貨物、運輸なども行われたが、瀬戸大橋の開通により港町としての地位は衰えた。 市内には JR 四国予算線、高松琴平電気鉄道琴平線の2路線がある。市域北部の瀬戸内海沿い通る予算線は高松市、松山市、本州方面などと連絡しており、市役所もより駅の丸亀駅には特急列車が停車する。琴平線は、市域南部の内陸部、旧綾田町域を通る路線で、高松市、琴平町方面と連絡している。 丸亀港と各島を結ぶ、フェリー、客船が就航している。基本的に、全通寺市、三豊市境の大麻山にある西佐抜中継局を受信する。その他地形的な理由などで、それができない場合は、岡山金鉱山親局、岡山県玉野市を受信するが、アナログ放送で金鉱山からの電波のみを受信すると、NHK 高松を視聴できないため、 香川県内のいずれかの中継局も合わせて受信する必要がある。ただし、デジタル放送では、金鉱山からも NHK 高松の電波が送信されているので、その必要はなくなる。以下の岡山の放送波も受信できる。丸亀市内の市外局番は、全域で0877、丸亀 MA である。丸亀市以外で、同じ丸亀 MA なのは、堺でし、 全通寺市、綾歌郡宇た町、中田戸郡で全域が0877。この域内では、市内通話が可能である。丸亀 MA の加入者総数は103,942回線。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。